ウクライナ紛争、ロシア軍甚大な損失をかぶり、 K-52 ヘリコプターが半数失われる。中東から東欧にかけて紛争が勃発し、世界は激動の時代を迎えている。こうした世界情勢が不安定化する中、ロシアはバルト海、黒海、北極海における海軍のプレゼンスとスパイ活動を拡大する戦略的な動きを見せている。スカンジナビアからシベリア、そして北極海へと広がる氷の大地で、ロシア海軍は危険なスパイ活動や海底通信ケーブルへの攻撃を行っていると報じられている。最近ではスウェーデンとエストニアを結ぶ通信ケーブルが破壊されているのが発見され、フィンランドからエストニアへのパイプラインの爆発事故と重なった。これらの事件のタイミングは相関関係を示唆しており、おそらくこれらの地域にロシア船が集中していることで画策されたものだろう。ロシアと中国の船舶がノルウェー北部の沖合に停泊しているのが検知され、バルト海のコネクターと通信ケーブルで衝突コースにあったとされるセブモルプート号とヌヌ北極熊号が衝突した。これらの船はノルウェー北部からシベリア北岸、そしてアジアへとタンデムで航行し、最終的にはサンクトペテルブルクまで行き、ヨーロッパ沿岸を戻る旅を始めた。北極圏はロシアにとって軍事的プレゼンスだけでなく、重要な海上核抑止力としても極めて重要である。しかしスウェーデンの NATO 加盟計画は、フィンランドの NATO との連携強化とともにモスクワに大きな課題を突きつけている。北極圏におけるロシアの影響力拡大に対し、スウェーデンは強硬姿勢をとっている。スウェーデンは北極圏の北部地域で陸上部隊を増強し、フィンランドやノルウェーの軍とより緊密に協力し、駐屯地や連隊分遣隊を再建する計画だ。この取り組みには北極圏におけるロシアの軍事開発に対抗するための陸軍レンジャー部隊の強化も含まれる。最近ワルシャワの安全保障フォーラムに出席したスウェーデンのポール・ジョンソン国防相は、スウェーデンが北極圏でノルウェー、フィンランドと統合ミサイル防空システムを構築すると発表した。スウェーデン軍最高司令官のミカエル・ベデン将軍は、スウェーデン最北のラップランドに新たなスウェーデン軍部隊の創設を呼びかけている。ウクライナ紛争によってロシアの陸上戦力は減少しているが、北極圏におけるロシアの航空海軍資源は依然としてフル稼働している。ロシアの北極圏軍事部門である北方艦隊は、ウクライナとの紛争中損失はなかった。モスクワは引き続き海洋核抑止力の維持と北極圏における戦力投射の強化に注力している。スウェーデンとフィンランドが NATO 加盟に近づくにつれ、ロシアの北極海艦隊に大きな課題を突きつけている。フィンランドの国家捜査局は、ガスパイプラインの事故や海底データケーブルやパイプラインの損傷に続く国際的な監視に加え、この海域の特定の船舶に対する調査を開始した。 NATO は海底ケーブルの保護に警戒を怠らず、重要な海底インフラを保護するための施設を設置している。ノルウェーとその同盟国は天然ガス輸送にとって重要な地域である北海での存在感を高めている。ウクライナ東部の紛争は重大な局面を迎えている。ドンバス地方のドネツクの北西に位置するこの都市は、ウクライナ軍とロシア軍との激しい戦闘の中心地となっている。死傷者が多く破壊が広がっているため、クレムリン内外から懸念の声が上がっている。紛争の激しさは少なくとも3つの旅団に数千人の兵士が配備されていることからも明らかだ。2週間にわたって計画されたアブディフカへの攻撃はロシア軍に大きな損害をもたらした。ウクライナの地雷、無人機、大砲が非常に効果的であることが証明され、数百台の装甲車が破壊され、ロシア軍兵士の生命と負傷者が大幅に失われた。アブディフカ攻撃におけるロシア軍の死傷者の規模は2022年5月の挫折を彷彿とさせる。ウクライナの諜報機関は、セベルスキードネツク川を渡ろうとした際に旅団規模の部隊が失われたことを示唆している。さらに第二統合軍 CAA は、攻撃作戦のために当初のリソースのほんの一部しか割り当てなかった。車両の損失は最小限にとどまったものの、ウクライナ軍は多大な人的損害をかぶった。英国国防省は、アブディフカへの度重なる攻撃によりウクライナ軍の損害が 90% 増加したと報告した。侵攻開始以来ロシア軍は負傷した戦闘員を含め
最大29万人の死傷者を出したと推定されている。紛争はロシア国内の分裂を生んだ。かつてはウクライナに対するプーチンの姿勢に同調していた戦争推進派も、紛争が長期化するにつれて不満をあらわにしている。イーゴリ・ゴーキンのように指導者の交代を主張する著名人もおり、セルゲイ・ショイグ国防相の処刑を要求するほどだ。内部の異論に対するクレムリンの対応は厳しい。ゲルキンをはじめとする戦争推進派の帝国主義者を含む反対派の人物は逮捕され、刑事訴追を受ける可能性がある。これは反対派の声に対する扱いの著しい変化を表している。プーチンの紛争処理に対する批判が強まるにつれ、プーチンの支配力を維持する能力についての憶測が広がっている。大統領は国内の反対派と対外的な対立の両方に対する優位性を主張する圧力の高まりに直面するかもしれない。このような困難な状況が続いているにもかかわらず、ロシアはアブディフカ地域に追加部隊を動員している。地雷原を含むウクライナの防衛手段はロシアの前進を妨げている。ドネツクとより広範なドンバス地域を制圧するための今後の努力にとって、アブディーフカの解決は依然として極めて重要である。ロシアとウクライナの紛争は国際的な見出しを独占し続けており、複数の面で重要な進展が起きている。本稿ではロシア軍がウクライナ侵攻の過程で被った甚大な損失について、軍事資産とロシアの世界的なガス市場地位への影響の両面から掘り下げる。現在進行中の紛争の冒頭シーンは、ドネツク地方に位置するクラスノホロフスキーでのロシア軍装甲車隊に対するウクライナ軍の攻撃である。映画は戦闘の激しさを強調し、視聴者に最前線の様子を垣間見せる。おそらく最も印象的な展開は、ロシア軍が1940年代以降で最も大規模に戦闘機を失ったことだろう。65億ルーブル、アメリカの通貨で約7000万ドル以上の損失は、ヘリコプターの破壊が直接の原因だ。オリックスプロジェクトに携わる専門家によると、アタケムのミサイルはベルディアンスク地区とルハンスク地区の滑走路を狙い、ロシア軍機の破壊につながったという。この墜落で合計9機のヘリコプターが失われ、そのうち7機が K-52、2機が MI-8 だった。ヘリコプター、特に1機900万ドルもする K-52 の損失は大きな経済的影響をもたらす。一方、MI-8 は1機270万ドルとかなり安価である。この金銭的な側面は、装備品の費用さえ考慮していないため、これらのヘリコプターの損害と修理費の程度を見積もるのは困難である。ウクライナ軍はクラスター弾頭を効果的に使用しており、ヘリコプターや航空機を損傷させる能力が高いことが証明されている。そのため、引き上げられた機械を機能回復させるために、時間と資金に多大な投資が必要となった。ロシア軍が被った甚大な損失は、航空機だけにとどまらない。クリミアの先飛行場での火災では、7人のパイロットが死亡し、スホイ24爆撃機やスホイ30戦闘機を含む航空機が破壊された。これらの損失は、この紛争におけるロシア軍の能力に大きな打撃を与えた。最も驚くべき事実は、2022年時点でロシア軍が保有していた K-52 ヘリコプター59機、つまりこのヘリコプターの全機体のおよそ半分が失われたことである。この情報は同年のデータに基づいている。 K-52 をめぐる注目とプロパガンダにもかかわらず、その戦闘性能は疑問視されており、ロシア側の大きな損失につながっている。ロシアのウクライナ侵攻は軍事的損失だけでなく、世界のガス市場におけるロシアの地位にも大きな影響を及ぼしている。ウクライナ問題で情報を得るため、ロシアはヨーロッパの大部分へのガス供給を遮断したが、これは失敗に終わった。紛争以前、ロシアは年間平均1500億立方メートルのガスをヨーロッパに供給していた。しかし、国際エネルギー機関IEA は、ウクライナ侵攻が直接の原因として、世界のガス貿易に占めるロシアの割合が、これまでの 30% から2030年には 15% まで激減すると予測している。IEA の予測は現在のトレンドに基づいており、ブルームバーグの報道によれば、ロシアはヨーロッパに代わる新しい市場を見つけるのに苦労しているという。習近平国家主席とプーチン大統領が協議した中国へのガス供給拡大交渉は、期待された結果をもたらしていない。IEA は、
この10年末までに EU の年間ガス需要が500億立方メートル減少すると予測している。ロシアのウクライナ侵攻は、軍事的損失と経済的影響の両面で大きな代償を払った。ロシア軍は航空機や装備の面で甚大な損失をかぶり、ガス市場の予測ではロシアのシェアが低下している。このような事態は、ウクライナ紛争が複雑かつ深刻であり、ロシアと国際社会により広範な影響を及ぼしていることを物語っている。